司会の財団創立25周年を祝して日本銀券支部振興会主催の平成5年新春の集いが1月9日笹川記念会館に全国から各流各派の代表や衆参両院議員などおよそ600人が集い華やかに開かれました。本日ここに財団創立25周年記念銀券支部振興平成5年新春の集いを開催いたしましたところ、宇治田文化庁長官には小行事を控え大変お忙しい中をご出席いただきましたこと、銀券支部の関係者を代表いたします。あずこ、お礼を申し上げます。日本銀券支部振興会は、銀営と剣舞支部という日本の伝統芸道の振興を図るため、昭和43年10月に成立され、おかげをもちまして、めでたく創立25周年を迎えることができました。財団法人日本銀券支部振興会におかれましては、各種の事業を積極的に進めておられますが、銀券支部振興のためにご尽力いただいているところ多大であり、年々充実の一方をたどり流星を見ておりますことは、誠にご同敬に堪えない次第でございます。これもひとえに笹川良一会長をはじめ関係各位の長年にわたるご努力の賜物であり、ここに改めて新人なる敬意を表する次第でございます。5周